西大寺に長年伝わってきた巨大な仏画の掛け軸が修理を前に今日から寺で公開されています。掛け軸は大日如来を中心に脇字を描いた大日三尊と不動明王などの五大明王を描いた五大尊の2点です。ともに大きさは一辺およそ7メートルと巨大で、寺の本堂の物置で長く保存されていました。おととし専門家による調査が行われ、江戸時代に描かれたことが分かりましたが、詳しい年代や由来などは不明のままです。また大日如来を中心にした掛け軸では、向かって左手に描かれた仏の名前がはっきりしないなど謎も多く残っています。寺は今後の保存のため、傷みの激しい部分の修理と調査のため、今月21日に天理市にオープンする県の施設、奈良歴史芸術文化村に2年間預けることにしたということです。大きな江戸時代の信仰を背景に作られたお像であることは間違いないと。まあ、それ以上のことはこれからの調査に待つところが大きいので、私たちも何か分かることを期待しております。無事に修理が上がってきた暁には、このお像をかけて、その前で国家安泰、社会全体の安寧や人々の幸せをお祈りする、そういった法要をね、我々一門すべてを挙げて行いたいと、まあ、そういうふうに思っております。この掛け軸の公開は13日まで行われています。